AKB48 コンサート12日、チーム K、東京ドームシティホール2000人。AKB48 小島政子、21、が、グループ卒業を発表した。アンコールで、ここで、私から発表させてくださいと決断を口にした。ここ2年くらいで、新しい目標、夢を見つけて、コツコツとやっていて、やっと旅立つ準備ができましたと、泣きながらも笑顔を見せつつ明かした。小島子の愛称で知られる小島は、12年に AKB48 の14期生として加入した。愛くるしい笑顔やアイドル性の高さとは、対照的な、ぶっちゃけた発言で、デビュー当初から人気メンバーとなり、同期の岡田奈々、21、卒業した西野美希、19、との3人は、三重師と呼ばれた。14年には、大島優子の卒業シングル、前しか向かねえで、初選抜。選抜総選挙は16、18年に19位に入った。